皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2027年、9月27日、13時59分、まあ、一区間の、例えで、JR の皆さんにお伝えします。で、その内容を聞いていただいて、各、JR の機関、各鉄道機関で、車両の、量に関して、ちょっと皆さんで、考えませんかということを、ご提案させていただきます。一月ほどか二月ほど前に、まあ、大体それぐらいに、JR 三大駅から、まず普通の電車に乗って、宝塚駅から快速電車に乗って大阪駅で降りて大阪の高等裁判所へ、まあ、向かうという順序だったんですけども、三大駅に入ってきた、車両が、昼前だったと思います。時刻は10時ぐらいだったかもしれませんね。もうそれぐらいの時間で、7両の、編成車両だったんです。で、まず乗られる方が少なかった。で、私が入った車両に関して、私込みで数えた8人しかいなかったんですよ。で、正直そこから先の駅って宝塚までなかなか人乗ってこないんです。もともと武田尾とか、JR 道場もどちらの駅 もう 見ただけで分かります。朝の通勤の時間帯だけでも通勤通学の時間帯だけでもほぼ人いません。そのあたりにそもそも住宅はあまりないんですよ。で、まあ、武田尾温泉もそうですし、まあ、武田尾っていう駅なんですけども、まあ、そういうわけで、まあ、多分、新三田発の、まあ、大阪か高槻か京都のあたりの、行く普通電車だと思うんですよ。多分、大阪が最後なんじゃないかなと思ってるんですけども、違うかもしれません。まあそこから先が、まあ、どれぐらい乗車される方がいらっしゃるかどうかわからないので、まあ、ちょっと普通に考えて、多分もう5両で、いいと思うんですよ。朝の通勤、通学の時間帯が、終わって、あとは帰宅される時間帯。まあ、土日祝日は話、また変わってくると思いますよ。昼間からたくさん乗ってこられるところは乗ってこられると思うんですけども、平日はどう考えても5両で十分だと思うんですよ。そこから先も。だって皆さん距離離れてた快速とかに乗るでしょ、乗り換えで。だから普通列車って少ない車両で最初から良かったはずなんですよ。で、ここ近年、2003年に個人情報が出来上がってから人口はすごく少子化が進んでるんですね。世界の出生率というものを入力していただいたら分かると思うんですけども、検索ワードでインターネットで、2% で人口もともと横ばいぐらいなんですよ。これは、もともと、昔から半分ぐらいの人しか結婚と出産までたどり着けてないんですよ。で、個人情報保護法が出来上がってから、まあ、昔同級生だった人とかに電話をかけようと思っても、住所を調べようと思っても、区役所の方で止めてしまう、こういうふうな話になってしまってるんですよ。で、今ね、出生率 1.27 なんですよ。1.4 っていうインターネットの数字はちょっと遅いんですよね。まあ、どうしても国連の集計のワードなんで、それ、世界中がの出生率が出てくるんで、国連集計なんで、世界中で集計をして、で、国連からフィードバックしてるんで、まあ、本当は、その国で先に調べたものの方が早いんですよ。で、まあ、ここ5年間で人口はどんどん減ってるんですね、日本人の。例えば今、65歳以上の人が 28% 以上なんですよ、日本人の。で、2045年になると 38% 超えっていうのが政府の、見解であり、予想なんですけども、
このままの状態だとやっぱりそうなると私もそう思います。今の現行の法律のままだとお金をばらまくだけじゃ無理なんですよ。根本的に全然違うんですよ話が。多分逆言ってますね。下手に店とか出すから余計人生苦しくなるんですよ。破産法の話とかになって、で最悪もう絶対人口縮小してるからもう何をオープンしても無理なんですよお店。本当に 99.99% 本当に。で、開業されたら、まあ、昔からそうですけど開業されたらよそが潰れるとかですから、どうしても無理ありますから、人口、まあ、JR の話戻しますね。で、他の鉄道も当てはまってくるかもしれません。で、まあ、正直ね、それ現場見に行かなかったらわからないんですよ。実際に乗ってみないと。で、それは、運転手さんや車掌さんがよくわかることなので、それはしっかりと、上と下が情報を一致させて、で、国としても、指導をしましょう。エネルギーの残存量問題がありますんでね、それが現実ですんで、ご対応のほど皆さん、よろしくお願いいたします。チャンネル登録と、私が YouTube にアップロードしたときに着信利益が来るように皆さん、設定のほどよろしくお願いいたします。周りの人に聞いていただいたりだとか、設定の仕方ですが、販売店に聞きに行くか、まあ、何ももう説明書がない時代ですので、なかなか、スマートフォンとかは、まあ、どこに説明が書いてあるかわからないじゃないですか皆さん。で、まあ、できるだけ、まあ、お互い情報を開示して、まあ、確認し合うっていうことが、まあ、本当は昔から大事なんですけども、まあ、さらに、大事になってきていると、これが今の現状です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。